ットポット。剣の子ベストヒット全曲集。はい、というわけで再びやってきました。前はねこの辺だけだったんですけども、ホットポットカフェ&レストハウスなんですけど、まだこの先にまだあるらしくて、ちょっと個人的にやってきました。もともとはねこの別荘エリアとして栄えた場所で、まあ、今歩いてるところが、まあ、遊歩道的な感じで、存在してるんですけども、まあなんかそういう別荘地が誰も、まあ、誰も来なくなって、まあ、不法投棄の現場になってるんですけども、ちょっと今日はこの遊歩道の下まで行ってみようかなと思います。お、なんかあります。なんか建物が上に。ちょっと行ってみましょう。目の前はね、めちゃめちゃ綺麗な海というか、ちょっと青みかかった海なんですけど。よし。まあ、この目の前とか、まあ、今ちょっとシーズンがあれですけど、カキイカダがね、あったりするんですけども、今はないですね。ちょっと上行ってみましょう。完全に倒壊しております。
千の子ベストヒット全曲集。たくさんありますね。すごい景色が良かったんでしょうね。まあ、おそらくここでカセットテープを聞きながら海を眺めていた、まあ、そういう場所でしょう。これといってなんか像がありますね。自由の女神かな。よし、これは何だろう、湯沸かしのあれかな。これもおそらく不法投棄なのかな。何でしょうこれは。あ、電気温水器ボイラーですね。これがちょっと年代がわからないんですけど、まあ、この処理のあれをここで放置したということでしょう。行きましょう。あ、まだ向こうにもありますね。なんか不気味やなあれは。まあ大体ね、1970年代に頃にはあったペンション別荘地なんですけども、まあここに建てたのはいいんですけどもね、かなり不便でね、まあちょっと住んでもうちょっとどっか行ったみたいな。その当時やっぱり関西圏からね、かなりこの地を訪れる人が多かったので、関西の人がここに別荘を建てたって、言ってましたけども、まあ、大体高速で、1時間ぐらい、関西から1時間ぐらいで来れる、場所であってね、皆さんこの辺に別荘を建てて住んだそうですよ。こんな感じですね。あ、なるほどね。あのビーチチェア的なのもあります。おそらくこの下に、海岸が、砂浜があるんでね、夏場は多分これをね用意して楽しんでたのかな。もうテレビも古いですからね、完全に昭和でしょうね。上にもありますね。よし。
とこれは無理、難しいな。あ、やべ、ここで U の字になってます。こっちもなんかありますね。いや、なんかちょっと開けたところに出てきました。あ、なんかあります。ここにもドラム缶が並んでますね。ああ、温水器が。中に何入ってる？水か。この下も見そうですね。ちょっとあっち側行ってみましょうか。一応ね、あのここ県境になるんですよね。県境になるんでちょっと微妙な位置関係かもしれないです。誰が責任取るんだみたいな。だから行政とかもなかなかちょっと手が届きにくいエリアなのかな。わかります。あ、クリームコロッケ、ハンバーグ、一口カツ、ホットドッグ、サラダエッグ、コーヒー。あ、この中ちょっと普通の海の家かな。あ、ここでいただけたのかな。よし、ここにも。よし、ああ、なるほどね。ここキッチンカーですね。ここで出してたんでしょう。フランス、あ、車検証ですね、これ。フランス、フランス、あ、違うか。あ、でも保険証とか入ってます。ちょっとよくわかりますけど、こっち側にもなんか、まあ、大規模なあれだったのか、レジャー施設。よし、気をつけないと。
まあ、ここは前も来たかな。サンキューって町はセルラーで動いてる、これは何だろうな。電話かな。あ、電話ボックスの蓋かな。でもこの辺はオートークのエリアになってます。家電とかね。でその下には日本庭園とかでよく見るね、あの石なんていうんですかね、ちょっと名前忘れましたけど、そんなんもあります。まあ、今日はこんな感じでお届けしました。ちょっとなんか闇深い感じでございますが、まあこれ以前からね、この辺はもう本当にあのゴミが、不法投棄が多くてね、しかもこの山の中ですからね、この辺に、民家はだいぶ下にあるんですけど、もともとはなんかその岡山県の町だったんですけど、そのこの下にある、民家、町なんですけども、まあなんかいろいろあってね、岡山県から離れて、兵庫県の町となりました。意外となんか曰くつきというか、まあおそらくね、まあなんかあるのかな、ちょっとよくわからないですけど、というわけで今日はこんな感じでございました。だいたい20分ぐらいの範囲でございました。今日ありがとうございました。